Francisco, high on a hill. It calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chew the air. I don't care, my love waits there in San Francisco, above the blue and windy sea. When I come home to you, San Francisco, your golden sun will shine for me. ありがとうございました。ありがとうございました。尾崎さんは小さい頃からやっぱり歌はお歌いだったんですか？好きでしたね。はい。どうして歌手になるきっかけって何かあったんですか？親父の背中見てて儲かんなかったからじゃないですかね。親父の商売が。それで、歌だったらどうにかこうにか食えるんじゃないかなと思ったんじゃないでしょうかね。それとやっぱり好きだったことですね。音楽が好きだと楽器が好きで、結局今でも、はい、まあ、ジャズミアンの人たちもそうですけども、ずっと楽器と携わるっていう人もいるし、歌でずっと携わる人もいる。その辺、楽器に興味を持ったりはなさなかったですか？ハワイアンやってましたから、僕はギターとかウクレレは弾いてます。未だに弾いてます。ああ、そうなんですか。で、たまに布団も弾いたりですね。あ、うまいですね。真面目な顔しておっしゃいますと、なかなかいい。布団も弾いてらっしゃる。神崎さんなんかね、いきなりフルート行ったわけじゃないんでしょ、やっぱり。え、歌の方が好きですね。で、歌手にならなかったんですか？なりたいなって今だって見て、いいな、やっぱり最高と思いますね。最高と思う。憧れます。で、うん、お芝居行ったのは何だったの、神崎さんは？お芝居はスカウトされてですね。ああ、そうなんですか。でもお芝居も面白いですけれども、はい、音楽好きですね。音楽好きですか。もうワクワクしますね、こういうバンドは。ですよ。だってこれプレイヤーが揃って何かやろうって言って、ね、コードさえ決まったらパーッとできるんですもん。そうですよ。役者何人か集まって何かやろうったって、急にハムレットか何かやるったって、ね、それはできません。僕はとてもじゃないけどできません。中西さんなんかは今パッとやれって何もできませんか？楽器なんかやる。あ、楽器、人前でできるようなもの何もないですね。ないんですか？ないですよ。ただお聞きしておきたいと思ってたんですけど、こう詩を書くときね、一行を書きますよね、で僕この辺がすごいなと思うんだけど、次の一行、まあ、日本の歌の場合ですね、はい、こうどういうとこから、体験ですか、これは。もちろん体験はあるでしょ。体験がなかったら書けないけれど、体験そのものを書くわけじゃないですよ。あ、そうですか。体験から学んだ何かを書くわけで。体験から学んだ何かを書く、
で体験そのものを変えてもしょうがないであれでしょう、こう見つからない時ですよね、そういう時はやっぱりいろんなもうどうするんですか。いやそれはもう悩むんですよ。さっきの悩む悩むですよ、本当に悩む。例えばさっきの薬師の場合は、まあ、よく似なんですか、似て同じ同じですか。同じです。でもそれは何かあるベースがあってからおやりなんでしょ。うん、だけどその原始があるってことと自分の、まあ、体験なり思いがあるってことは同じですもん。知りたくないのっていうテーマがあるってこととね、まあ、それはもともとあるわけだけど、人が作ったテーマがあるわけだけど、自分で例えば尾崎清彦に何かを作るという時にね、いろんなことを考えてるうちにあるテーマが出来上がってくるわけですよ。やっぱり大体こう歌う方を当て込んでお書きになること多いんですか。当て込むってんじゃないですよ。当て込むんじゃなくてね、インスピレーションを歌手が与えてくれるんですね。私なんかだと例えばどんな詩になるんでしょうね。ほとんど湧かないんじゃないかな。ひどい。神崎さんは中西さんの 歌をですね、どんなふうに感じていらっしゃいますか。とっても品が良くて、さっき経験してもね、なんて言うんでしょうか、その経験だけでそれを噛み砕いてこういろいろインスピレーションが出てくるとおっしゃいましたけれど、それが経験してもインスピレーションが出ない人がほとんどなんでしょうね。そうですよね。だからやっぱりそういう天才派だな、そこのところが才能なんですよね。あ、やっぱりね。尾崎さんも書いていただいたことあるんでしょうか。はい、たくさんあります。いかがでした。あのね、レイさんのはね、僕は男が歌うわけですから、男の言葉になってるんですが、でもね、女の人が喋ってるっていうか、女の人のハートで喋ってるようで、だけど男が喋ってるみたいな優しさみたいなのがあるんですよ。そうだから女心をこうね、そこなんですよ。まあね、今日どうしても聞きたいのは、でもね、今企業うまいこと言ったと思うよね。それを言われると、いや、尾崎さんだけじゃ、私だってそう思ってますよ先生。本当にその辺が多分女心。いやいや、それは知りたくないのとかね、今日で別れは女言葉で書いてあるから、それはまあいいんだけど、男言葉で書いてあってもそうだって言ったのは尾崎清彦初めてですよ。それじゃあ、あるんですか、一曲また。はい、よろしくお願いいたします。はい、anytime you're feeling blue, anytime you feel downhearted, that will prove your love for me is true. Anytime you're thinking about me, that's the time
That's the time.